新潟では9月2日土曜日にファイナル公演を行います。駐車券をお取りください。駐車券をお取りください。場内の案内表示につながってご入場ください。こちらバンドということで、この夏よりも暑くライブを盛り上げていったらなと思いますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。そしてその前にですね、来月はイベントライブが新潟に行きます。はい、東南国文化会館音楽フェスティバルオブフェスに出演させていただきます。はい、日程は8月12日土曜日、開演が午後1時からとなっております。会場は新潟市港南区文化会館で、ラフベリー、ユアフレンズ、ツネイさん、笹川美和さんといった新潟県にゆかりのあるアーティストの皆さんと一緒に出演させていただきます。はい、ぜひこちらもチェックして皆さん港南区文化会館にお集まりください。8月12日です。お待ちしております。ではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はビタースイートの長谷川萌美と田崎朝日でした。グッドサンデー。